こんばんは。今日はインテリア家具で使う素材のお話です。インテリアの基礎ルールを使いこなすには、アイテムごとのリラックス度を見極めるものの見方が必要です。本日は素材編です。素材の違いによるリラックス度の変化を見抜けるようになりましょう。何?素材って材料のこと?マニアックですね。そんな難しい話じゃないですよ。木材の棚とプラスチックの棚だったら、木材の方が癒されるでしょ。なるほど、そういうこと。今日は簡単ですね。ちゃちゃっと終わらせて余った時間でソシャゲのイベでも回しますか。様子のおかしいインテリア店。騙されましたね。命知らずね、ようこそ地獄の入り口へ。どういうことだってばよ。素材の話は実はとっても奥深いのです。こんなもん本気で追求したら年が明けます。最低だこの人。バウムクーヘンでも食べなよ。なんで?それでは参りましょう。まずは硬さと柔らかさ。素材は柔らかい方がリラックス、素材は硬い方がプレッシャーです。これはまあピンときやすいかな。理屈はわかりますけど、インテリアに柔らかいアイテムなんてありましたっけ？絨毯とかクッションとか柔らかいでしょ。ああ、そういうことありますね。しか柔らかいソファをイメージした画像は普通これじゃねえだろ。おじいちゃんとおばあちゃんのイラストが可愛かったので選びました。許した。ソファみたいな例だと結構な柔らか具合ですけれど、もっと繊細な違いも関係してきます。繊細?どんな感じですか？例えば木と鉄、どっちも硬いけど、強いて言うなら木の方が柔らかいでしょ。これ金属バットの方がおっかねえですよね。できれば家具で例えて欲しかったけど、まあわかります。グランドスラーム。うるさいな。金属バットのレタリング読まなくていいよ。柔らかさは重要です。インテリア屋の絨毯コーナー担当のおじさんに捕まると、ベッドの下に高級な絨毯を敷くと、朝起きた時に最初に踏む床がカッカで幸せですよ、みたいな売り文句を聞かされることが多いですね。商売上手ですね。騙されてすぐに買わないでくださいね。ラグの選び方はまた細かく解説しますんで。すぐ営業妨害する。様子のおかしいインテリア店。あと重要なのが素材のツヤですね。そんな細かいことまで気にしてノイローゼになりませんか。うちのインテリア理論はみんななんとなく素敵イマイチを判断してきたけど、このなんとなくを言語化しましょうという考え方が基本線です。わざわざ Y が言い出さなくても皆さん無意識でツヤを判断基準にしていたはずですよ。まあ確かに前回の色の話とかも実感としてはずっと感じていた内容ですしね。でしょでしょ。ツヤも同じで多分すぐピンときます。ツヤの判断基準はどうなるんですか。それは CM2 の後で。今へ。それでは参りましょう。ズバリツヤ消しがリラックス、ツヤありがプレッシャーなのですよ。あ、まあ、普通ですね。でしょ。同じベージュの布でも、ツヤありとツヤなしとで結構印象が違います。また極端な例を出してきましたね。左のツヤツヤの方がプレッシャーです。ここまで高級っぽい素材だと晴れな印象も感じますね。高級感、特別感、非日常感はあるけれど、この布に囲まれて暮らすのちょっと緊張するよね。くらいの捉え方で OK ですよ。こういうキャラが濃い布はお部屋の一部分にだけ使って、インテリアのメインディッシュですみたいな使い方してやればいいんですよね。その通り。理解が早くて良いですね。リラックスとプレッシャーのバランスを2:1にするという基礎ルールの、プレッシャー1として使ってやればいいわけですね。で、右のツヤなしの方がリラックス、日常っぽさがあって落ち着くけど華やかではないよねぐらいの印象ですかね。はいはい、実際のアイテムでここまで極端な例は少ないと思いますが、たまにある安っぽくてカテカしてる商品なんかは、プレッシャーなのに晴れ感もないという、非常に難しいアイテムになりますので、買う前に一歩立ち止まって考えてみるのがおすすめですよ。買ったことあるかも気をつけます。まあ100点満点のアイテムだけを選ぼうと思うと、お財布が偉いことになってしまうので、慣れないうちは、ハズレを買って失敗しちゃうのを少しでも防止するくらいの役に立てられればよろしいんじゃないでしょうか。ハズレは最悪ですもんね。あれさえ買ってなかったら今頃これが買えたはずなのにって一生後悔しますもんね。うんうん、Y も嫌な思い出がいっぱいあるので深掘りはやめておきましょうね。あーあとツヤの仕組みって布だけの話じゃないのでご注意ください。ザラザラの金属とかツヤツヤの金属とかでも当てはまるので機会があったら意識してみましょう。はいよ。様子のおかしいインテリア店。他にも素材にまつわる要素はいろいろあるんですが、あんまりこればっかり話してるとつまんないので一旦これくらいにしときましょう。すごく個人的な理由、なんなら先日の色のことだって大きな括りで言うと素材の話ですからね。あーそうか、言われてみれば確かに。自然物と人工物、アンティークと新品とかも同じです。無理やりこじつければどれも素材の話と言って嘘ではないでしょう。言い出すとキリがありませんね。まあわかりやすい感じに適当に区切って順序よく説明してくれたらそれでいいです。何様やねん。 Y が富野監督だったらあなたとっくに人生を退場させられてますよ。それ脚本の中での話でしょうが。いいねチャンネル登録お願いします。いいねチャンネル登録お願いします。いいねチャンネル登録お願いします。